アーカイブで見てください。私も絶対見る。そう、トーク会だと、トークイベントだと思ったでしょそう、そう、最後冬ちゃんがねまとめの言葉で話してたんですけど、このイベントもちろんファンの方がたくさん応援してくださったおかげでこの9人集まれたし、イベントもやらせていただいたんですけど、私たちが大人の方にこの9人のパレはエメラルドリメイク選抜のメンバーで何か、夏だしせっかくだからやりたいですっていうお話を直々にしたんですよ。そうなの。だからそのお話を聞いた偉い方大人の方がすごい承諾してくださって開催されることになりました。そうなんです。そうなの。みんな知らなかった、まあ、知らないことだけど、私も言うつもりはなかったけど、あの時あの場面で冬ちゃんがその言葉をなんか言ってくれたのがすごい嬉しくて、言ってくれたからこそ今配信で私も言えてるし、そうよかった。そう、瀬戸りも全員でみんなで何回も集まったりトークね連絡メールで瀬戸りも話し合い意見を出して決めたことで、そう一人一人センターをやりたいねっていう話があって、一人曲ねやりたい曲を出したんですよ。で私は、まあ、みんなで出れるからやりたい曲、まあ、何曲か出したのね、夏曲とか。でも本当にやりたい曲にしようってなって、私は恋の根拠を選んで、恋の根拠をセンターでやらせていただきました。ありがとうございます。なので基本的にやりたいって言ってくれた子がその曲のセンターです。まあね、いろいろな意見もあって、本当にやりたかった曲ができなかった曲もあったんですよ。そう、そう、恋の根拠はソロ公演で私やったじゃないですかあの時やっぱソロ公演で自分一人だったから、ちゃんと折り面で自分のポジションがあって、メンバーみんなと一緒にパフォーマンスがしたいなって、やっぱソロ公演立った時に思ったのね。それが今回かなって本当に嬉しかったそうなの。やっと少人数は、まあ、9人で少人数だけど、ちゃんとメンバーでセンターのポジションで、自分のポジションでね、みんなの前でパフォーマンスできて本当に幸せでした。ありがとうございます。嬉しいね。新世代コンサートの時に自分のポジションがあるのに、ちょい段差のある一番後ろで踊ってたのがすごい悔しくて、 そこからすごい恋の根拠がより大好きになったのね絶対にみんなの前で披露したいって思ったの、自暴自で。そう、それが今回やっとリベンジとは、言っていいのかわからないけど、前に食べてよかったですありがとう。で次は自分がやりたいですって言って前に立つこともいいけど、選ばれるようにはなりたいですね、はい、ありがとう。あとは今回はパルはエメラルドリメイク選抜ショールームイベントの順位もちょっとね、まあ関わってることもあって、
ほとんどがフロントとか前の方のポジションで踊らせていただくことが多くて、普段だったら絶対に見れない景色を今回たくさんそう見せていただけたこともすごい嬉しくて、前に人がいないってこんな景色なんだとも思ったし、すごい新鮮でした。嬉しい。あとはダブルセンターだとさよならクロールをくるみと一緒にやりましたね。嬉しい。ハートいっぱい、ありがとうございます。そう、さよならクロールはくるみがやりたいって出してくれた曲、ジッパーはもちろんセンターをやったキョピちゃんです。キョウちゃん、キョッピーです。そう、なんかユニットも最初は1位2位3位の冬ちゃん、私、中坂がちょうどばらけたので、ジッパーなんだっけ、セーフクレジスタンス、フィンランドでセンターだったんですよ。でもやっぱりやりたいって言った子がセンターじゃないとあれだよねっていう話になって急遽変わったんですよ。そうなので、そう、キョピもさ、もう私のことすごい自分で言うのもあれだけど好きって言ってくれてるじゃん。いや、シャウシャンがセンターやってくださいってやっぱり本当言ってくれたの。いや、でもやりたいって言ったのはキョピだし、やらないとっていう、せっかくのチャンスだからっていう話もして、キョッピーがセンターです。そうなんです、優しい。なんか見たいって本当に思ってくれてるのかもしれないけど、なんかそう言ってくれたのが優しいっていうか、なんていい子なんだと思いましたね。本当は最初センターの予定だったんですけど、もう全然、私はしかも NMB さんの曲も大好きで、ジッパーもいつかはやりたいって思ってたので。まあね、ちょっとね、竹内のななみちゃんと一緒にジッパーを初めてやるというお話を初期からずっとしてたんですけど、それが今回違う形だったんですけど、あ、まだ私は諦めてないので、はい。そうですね、全然もう私は踊れるので、あの、いつでもなんやと踊れます、ジッパー。はい、もう私はやったので、歓迎です。もう早く待ってます状態です。待ってますね。いや、楽しみだな。あと一人、ひなむちゃん、確かに絶対面白い。いや、いいなそれ。いや、いいな、やりたいかもしれん、その3人で。そう、今日ね、なるべく喋りたいのラジオ放送日でちょうどその3人だったんですけど、絶対面白い。いいですね。そう、ちょっと帰りだったので、なるしゃべ私リアルタイムで聞けなかったんですけど、え、寝てた話放送されてた？初情報でした。それ話しちゃった後に大丈夫だったかなっていつもの心配性が出て不安だったんですけど、よかったです。体育座りで寝ようとしてました。可愛いです。私しか知りません、それは。ちなみに隣で
いたので面白いね可愛い。あとなんだろう、裏話というかそのお話系ね、今日のパレオのイベント終始笑ってた、よかった、ありがとうやっぱ同期だけのラジオだし、悩んとひなのだったからこそあの会話が生まれたと思うからすごい良かったですあとなんだろうな、あでもジッパーの話に戻っちゃうんですけど、あのジッパーの衣装も最初は違うあの上着だったんですけど変わってあれになったんですよ。そう本当は本家の方 AKB さんの衣装を借りる予定はあったのかな、借りれると思ったんですけどやっぱねいろいろなタイミングがあって借りれず、 SK の既存の衣装をこのためにあれ可愛くあの短い時間で衣装さんが加工をしてくださったんですよ。本当に可愛いのプリキュアでした、ガチのプリキュア、本当に可愛いの、近くで見てほしいぐらい可愛いの。なんかあの衣装はもともとミナルンさんの卒コンの私が参加してないお昼の公演、なんて言うんだろうあれ、あのジャンボうちわを発行されたメンバーが出てた公演ちょっと なんていう公演名かちょっと分かんない。そうあの時にラブリーさんとかが着てた衣装だったらしいです。あれはレインボースターありがとうございます。そうあれも新規の衣装だったんですよ多分。 それをさらに可愛くジッパーっぽくオリジナルの衣装っぽく加工してくださって、あの衣装に今回なりましたね。さすが衣装部の方っていう感じ、本当に可愛い。明日晴れたらいいのにな、グループ、はいね、そう色ももともと自分の3色の中で好きな色にしようとしたんですけど、フィッティングの時に結局センターはセンターの色になったので、オリジナルと同じポジション通りの色になりました。なので今回私は水色です。そうなの、ピンクはキョピーです、緑がチマ。174日目です。そう水色をね、キョッピーがねサイリウム水色なので水色になるかなと思ったんですけど、ポジション通りの色になったので、はい、いつか着てほしいねいやなんか次のねトーク会が決まるかわかんないけど、いつかその時にもし衣装着れるってなったら、今回着たジッパーの衣装もし着れたら着ようかなとは考えてます。そう。その日は絶対みんな来てくれるでしょ。まあ着てる状態だけどね。確かに着るならチマ、キョッピと一緒に着たいな。ちなみにそう今回オリジナルの衣装じゃなかったので、あの SK がいつかわからないけど水着だったんですよ。そう水着衣装っていうもう名前でなんか水着でした、びっくりしちゃったちょっとびっくりした本当に、生地がまんま水着、すごいよね。でもそれも着やすいように加工してくださって、
石尾さんすごい。いや本当に楽しかった。みんな楽しいとか幸せって思ってくれたかな今日のイベント。あと誰の衣装着たかな。最後のアンコールの衣装は多分ポジション通りかな、ほぼ。なので私はレナさんの衣装を着させていただきました。そう、でも中盤曲のあの衣装誰だったかな、見てないや。ショールームイベント期間をね、あの時イベント参加しますって言ってみんなに背中を押して応援していただけなかったらね、今日のこのステージ立てなかったので、勇気出してよかったなとも思いましたね。改めて思い入れが。そうなんです、みんなもうるるだった。ごめんね。自分が泣きそうだった。ごめんね。そう、里川さんもすごい応援してくださったので。そうなんです。今何時だろう、時計がない。今日は泣きに行った。泣いた。泣かなくてもうるうるした。あ、50分、本当に今日やれてよかったです、無事に。うろった声入った、よかった、最高、嬉しい。バラありがとうございます。いや、そう、青春は恥ずかしいからのあのイントロが始まって恋の根拠でさ、みんなどういう反応してくれるのかなっていう不安もちょっとありつつ、楽しみでワクワクな部分もあって。で、恋の根拠ってね、今回披露して思ったけど、センターはセンターでもやっぱみんな横一列2列分でさ並んで踊るから、センターはセンターだけど0番に立ってるけどセンター感があまりわからないなって多分思う人もいると思うんですけど、でも私を応援してくださってる方はやっぱ恋の根拠はこういう曲、私の思い入れが特にある曲って分かってくださってるので、どういうフォーメーションだとしてもなって勝手に思ってるので。ごめんね。そうだからいいな、いいかなと思って、もうみんな私しか見てないだろうなっていう気持ちでねいました。そんなはずはないんだけどね。この根拠こんなに大切になると思わなかった。正直いただいてフロントにね加入してすぐにいただけた曲で、もちろんすごい大切だったんだけど、ああいう悔しい思いをしてからの今日のこの感じ、そりゃよりね大切で大好きになるよね。今恋の根拠のフロントに立ってる折り面で残ってるのは私とイズリンさんだけ。待って、嘘、本当に、だってシーナさん、イズさん、え、何人いたっけ、1、2、3、4、
もうちょいいた気がするんだけど、4人しかいなかったっけ。4人かな、同い年なんですよ。あ、じゃあ本当、じゃあ合ってるなら私とイズリンさんだけが今フロントに立ってる折り面。そうなんだ、やば。嘘、絶対今度披露する時あったらイズリンさんとフロントで歌いたい。今日の感じでいくとちゃんと2人でね歌うから私は今回くるみんと歌ったんですけど、 A メロ。あの時の二十歳組か、すごっ、少なかったんだね。なんかエゴさんとか他にいるけど参加してないから少ないだけで、私の代めちゃめちゃメンバーいるので。あやむらさん私の一個下なので、私の下に歌わりいた気がする。違うかな、でもほぼ一緒のように感じたけどね。イズリさんもソロやってた？じゃあ一緒だね。絶対やりたい、今度会った時言おう。確かにリクアはね、もし入ったら披露したいよね。パレオとかもね、今日の9人で。どうなんだろう、全然わからない、予想がつかないからさ楽しみ。楽しみだな。ちょっともうまた次はゼップ東京公演の練習しなければならない。やばい。で、朝。